皆さんこんばんは。はじめの一歩ちゃんのチャンネルへようこそ。本日の動画は最新話の感想になりますので、ネタバレ禁止の方やまだ最新話を読んでいない方はご注意の上ご視聴していただけることをお勧めします。今週の最新話でしたが、怖すぎる内容になってしまいましたね。考察自体は盛大に外してしまいましたが、リカルドの暴力的な部分、モード・ミキストリのような姿が見えて戦慄させられました。前回あとはよろしくと仙道に何かを伝えるようにスマッシュ3連続を放った。その大振りに見える3度目のスマッシュを避けたリカルドの表情はさっきまでとは違い、伊達戦で見せた暴力的なリカルドが顔を出し、カウンターでウォーリーをマットへ沈めた。頭を打ちつけるように倒れ込むウォーリー、同時にレフェリーが割って入り、この瞬間試合は幕を閉じた。この素晴らしい試合の結末はリカルドの強さ、怖さを知るには十分すぎる内容でしたね。今回の試合はリカルドの弱点やリカルドの過去など今まで明かされてこなかった部分が見えてきだし、明確にリカルドへの道を示すのだと思っていましたが、まさかのここでさらに絶対王者感を増してしまった試合になりましたよね。試合を決める一撃を放つ瞬間、リカルドの中にある暴力的な部分っていうのが見え、その表情からはアルフと同様モード・ミキストリのようにも見えたことから、科学と暴力の融合、科学と野生の融合は強くなるのには欠かせないファクターなのかもしれません。あの姿に戦慄を覚えた読者も私を含め多くいるはずです。それはそばで見ていた一歩も、そして仙道も同じはず。ウォーリーをもってしてもなお完勝という内容だったことを考えれば、今仙道が挑むことは無謀だというほかありませんよね。損得で動く男ではないので、挑戦しないという理由にはなりませんので、仙道の行く末や試合の感想などすごく気になるところですよね。そして気になる一歩ですが、この試合内容で復帰になるという可能性があるなら、やはりウォーリーからのバトンタッチになるはず。野生味の強いウォーリーだからこそ恐怖を感じるのには十分だったはず。引退するのは仕方ないにせよ、無事にこの先の人生を送ってほしいですね。試合を終えて楽しいと発言した選手はいないというリカルドの言葉は、誰もがリカルドの中にある暴力的な部分を見てしまい恐怖を感じるからだという伏線になっていたんですね。負けてしまったウォーリーを見て一歩や仙道は何を感じたのか、この試合には大きな意味があったのだと信じたいですね。今回の試合で仙道はリカルドに勝つことはできないと感じた方は多いはずです。今のままでは触れることすら叶わないとさえ思えたはずです。リカルドに挑戦するには十分な準備期間が必要で、それは仙道自身も感じているはず。仙道には一から鍛え直してでも万全にリカルド戦を迎えてほしいものです。ですがこの中で一人それを悠長に待てない選手がいそうですよね。誰よりもウォーリーと親しく、誰よりも一緒に練習をしてきた選手、最もリカルドに近く最も勝つ可能性の高い選手がそばにいましたよね。そう、ボルグ・ザンギエフです。仙道にばかりスポットが当たっていましたが、この凄惨な試合を見てボルグは何かを感じているはず。リカルド VS ボルグ戦は行われるのか、次の動画を楽しみにしていてください。次にリカルドへ挑戦するのは誰になるのか、ぜひ皆さんもコメント欄へ書き込んでみてくださいね。ここ最近では一番の白熱を見せリカルドの勝利にて幕を下ろしましたが、大健闘を見せたウォーリーに拍手を送りたいです。そしてウォーリーの無事を祈るばかりです。本日も最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でもお待ちしています。ではまた、バイバイ。